将棋の藤井聡太五冠のファンの方なら誰でも知りたいと思っている内容の番外編を作成しました。藤井聡太竜王が広瀬章人八段に勝利し竜王初防衛を果たした七番勝負を写真で綴った第35期竜王戦七番勝負激闘の奇跡展が3月1日から東京大手町の読売新聞ビル3階読売ギャラリーで開催されます。さあ最後まで見てください。盤上没画する藤井竜王、悠然と盤を眺める広瀬八段の写真など、竜王戦七番勝負を追体験できる主力の写真がパネル化されます。藤井竜王が記した封じ手、各対局地をめぐった藤井竜王と広瀬八段の等身大パネルなども展示されます。期間は3月30日まで、入場無料。第35期竜王戦七番勝負第6局、藤井聡太竜王、広瀬章人八段。昨年12月3日、鹿児島県指宿市、指宿、爆睡館、シリーズを通じて押し込まれることが多く、最初の写真は、七番勝負で初の2敗目を喫して迎えた指宿対局。しかし、藤井竜王は黒星スタートで臨んだ第2局より落ち着いていた。戦型は4度目の角換わり、広瀬八段は主流ではない7に金型で揺さぶりをかけたが、藤井竜王は鋭い踏み込みで快勝。ほっとしたのか、感想戦では楽しそうに対局を振り返る姿があった。竜王戦第2局の広瀬八段の封じ手です。アベマの番組で渡辺明名人が8、6、歩が単勝1手3倍、対抗は4、5、歩が10倍と予想していました。それだけ意外な手だったわけです。ところが藤井竜王は関係者が対局室から退出する前に5、5、銀引きと指しました。早い着手から読みの範囲内だったことがうかがえました。竜王戦七番勝負で藤井竜王から2勝しシリーズを盛り上げた王陽流を迎えるイベント、広瀬八段と振り返る第35期竜王戦が3月5日日曜日午後2時から東京大手町の読売新聞東京本社3階新聞教室にて開催されます。七番勝負の裏話や若杉和樹カメラマンと竜王戦写真集フォトドキュメント第35期竜王戦七番勝負トークも展開します。ヘルを持っていきますとお茶目に意気込む広瀬八段のサービス精神にご期待ください。有言実行の応用流が盤を挟んで体感した藤井竜王のこと、家族のこと、マル秘エピソード存分に語ります。そして竜王戦写真集をご覧になっての感想も伺います。終盤の勝負どころについての解説もご期待ください。毎週日曜日の夜10時30分から日本テレビで放映されているブラッシュアップライフのドラマです。この中で藤井聡太の名前が出てきました。人生をゼロからやり直すことになった女性を描く安藤サクラ主演のタイムリープヒューマンコメディで、19日放送分では医学の研究員の主人公が同僚の天才的な男性研究員が顕微鏡を使用後に元の均等に戻さないことに苛立ち友人に愚痴を言う。簡単に言うと、天才は次の人のことを考えないで自分使った顕微鏡の均等をそのままにしておくことを食事中の仲間に愚痴っているところです。そこでそういうことが許される天才はと問われて出てきたのが藤井聡太、あと大谷翔平、そして名士と出てきました。単にそれだけですが、ドラマに名前が出るほど今や注目されているということなのでしょう。誰も顕微鏡を使わないけど同値がありました。実際に見たい方は TVer で見ることができますね。30分くらい過ぎたところですね。なおこのドラマを渡辺名人も見たようで、ツイッターで、メッシ、大谷と並んで均等戻さなくていい天才はすごい、と感嘆した。最後にお願いがあります。2023年には、藤井竜王が、8冠を達成すると思う方に、また、一般棋戦4つをコンプリート、さらに非公式戦でも勝利してほしいと思う方に、今後も藤井聡太竜王に関する情報をお伝えするためにも、最後まで見て、忘れずにチャンネル登録とグッドボタンをプチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。